このお時間は素敵なゲストをお迎えしております。おはようございます。おはようございます。はい、では自己紹介をお願いします。はい、ホテル日光アリビラマーケティング課の田中と申します。よろしくお願いします。はい、田中さんよろしくお願いします。来月なんと周年記念ということで。そうなんです。はい、何周年になりますか。はい、来月の6月27日で、はい、開業28周年を。28周年、皆様のおめでとうございます。おかげをもちまして。ではおそらく盛りだくさんの情報があると思いますので、はい、そうですね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、まずですね、はい、当日6月27日限定の、はい、ことなんですけれども、はい、まずウェルカムミュージック。ウェルカムミュージック、はい、はい、以前アリビラのオリジナル CD を手掛けていただいたギターの演奏の方が、はい、三浦さんっていう男性なんですけど、すごいかっこいいんですけれども、はい、この方に来ていただいて、はい、当日27日の夕方ですね、はい、3つの枠に分けましてロビーで、はい、皆さん無料でギター演奏を見ていただけるようになってますね。もう皆様インスタグラムとかも、ね、うん、はい、すごいしているので利用されている方いらっしゃると思うんですけども、うん、はい、別のキャンペーンを開催します。はい、アリビラの公式、インスタグラム、はい、アカウントをフォローしていただいて、うん、皆様のアリビラのおすすめの画像を投稿していただければ、はい、その方々の中から抽選で、うん、ペアの宿泊券ですとか豪華ですね、オリジナルグッズが、はい、プレゼントさせていただけるというキャンペーンになってますので、ぜひ皆さんもご応募ください。期間が6月の1日水曜日から1ヶ月間ですね、はい、6月30日の木曜日までの期間でございます。はい、はい、でその方法がすごくシンプルで、うん、まずアリビラの公式アカウントをフォローしていただいて、はい、その後、ハッシュタグ、うん、アリビラ20220627をつけて、はい、アリビラの好きな写真を皆さんがご自身で撮った写真を投稿していただくだけですね。はい、宿泊券ペアの宿泊券が3組様、はい、朝食付きって書いてますよ。そうなんですよ。すごいです。豪華です。これを3組様、はい、はい、あとはオリジナルグッズですね、はい、ホテルのオリジナルグッズたくさんあるんですが、はい、それを10名様に10名様プレゼントさせていただきます。はい、あとは、はい、この28周年を迎えるにあたって、はい、特別な宿泊プランをご案内しております。すごいですね。これはちょっと興味津々です。ありがとうございます。はい、宿泊プランのお名前が、はい、アリビラからの贈り物、うーん、2連泊プラン。またこのネーミングも素敵ですね。そうですね、アリビラからの贈り物。はい、もうまさにその名前の通りで、はい、6月27日から2連泊というこの宿泊期間も限定されているんですけれども、うん、はい、ご予約いただけましたら、はい、たくさんプランの特典がついてきます。まずバードケージ、アフタヌーンティー、あとはサンセットセーリング、はい、これヨットに乗って、うん、海に出てもう水平線と海しか見えないところでサンセットをご覧いただくというマリンメニューですね。はい、なんと贅沢な、はい、そうなんです。ぜひ皆さん、はいはい、あとはもう2連泊ということで朝食と夕食ももちろんついてきます。はい、あとはオリジナルグッズもプレゼントしてますし、これもついてくる。そうなんです。エアミストと、はい、オイル、オイル、アロマオイルですね。はい、とそれについてくるアロマストーン、うーん、あと最近販売し始めましたオリジナルの石鹸も全てついてきます。あとは最後に開業記念の抽選応募券もこのプランについてきます。この抽選会が実は行われる予定になってまして、はい、その応募券もプレゼントしている。でこの抽選会で何が当たるのかというと、はい、朝食付きのペア宿泊券。また泊まれてしまう。そうなんです。また当たったらまた泊まれてしまう。そうなんです。これが5組様、5組様、はい、はい、あとはアリビラのオリジナルグッズを10名様、うん、10名様、その他を、沖縄で人気のお土産ですね、はい、を20名様にプレゼントする予定になっています。こちらのご予約に関しては限定何組とかそういった情報もあるんでしょうか。あ、そうですね、はい、このアリビラからの贈り物2連泊プラン、はい、うん、特に限定数はないんですけれども、はい、お部屋タイプが決まっていて、はい、プレミアオーシャンパティオツイン、うん、高層階で、はい、中庭も一緒にご覧いただける、あ、
あのすごい人気のお部屋なんですが、このお部屋のみのご案内になってしまうので、はい、このお部屋の数、数のみ、そうなんです、皆様と一緒にアリビラの誕生日、28歳の誕生日ですね、お祝いしたいと思いますので、はい、インターネットホームページぜひご覧になってご予約よろしくお願いします。はい、本日はホテル日光アリビラより田中さんお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。